にちは、かくすけです。やっていきます。マール王国の人形姫。こちらですね、プレイステーション1用に発売されたソフトでございます。1998年って書いてありますね。こちら、この前やってたグリモグリモアも日本一ソフトウェアさんから出てたゲームですけども、こちらもそうなります。続けてになりますけども、このゲームもね、ずっとやってみたいと思いつつやれてなかったソフトなので楽しみです。いやー、かわいい感じのね、ゲームなはず。その割に結構不穏な音楽から始まったけど。これは悪夢とかなんじゃないかな。いきなり、あ、悪夢じゃなかった。大丈夫？怪我はないかい？あ、はい。この人よ、この人だわ。やっと見つけた、私の理想の王子様っていう感じのね、すっごい乙女な女の子のストーリーですね。あ、私の王子様。すごいな、これ夢じゃなくて本当に？あ、夢だった。あ、やめねー、夢中。ああ、そこまでやっちゃってた。だからやめれって、そりゃたまんないな。王子様、もう話さないわよ。こんなキャラだったんだ。この子が主人公のコルネットちゃんですね。ええ加減に目を覚ませ。あ、ハリセン。はい。おはようございます。一体何すんのよ。おはよう、コルネット。目覚めた？バッチリ覚めたわよ。で、まあ、ストーリー、これから説明ありますよね。もうせっかくいい夢見てたのに。いやー、この子は地獄だったと思うよ。また王子様の夢？よく飽きないね。ああ、何回も見てるんだね。ほっといてよ。いつか。そう、いつかきっと夢で出会ったような王子様が。夢見がちだな。そんなのいいからさ、早く支度し。おじいちゃんが呼んでたよ。はいはい、わかりましたよーだ。かわいい。いやー、女の子らしい感じだね、いきなり。あ、これはオープニングかな？はい、マール王国の人形姫、やっていきます。アドベンチャーオブパペット、パペットなんて書いてあった？プリンセスか。そう、人形姫という名前の通り。あらららら。人形ちゃんたちとお話しすることができるんですよ。コルネットちゃん。普通にダッシュして、これでメニューだね。はい、コルネットアイテム、キャンディーとか持ってたね。魔法特集、あ、コンペイトプリン、いちごショート、ホットケーキ、ハート、あ、これ魔法なんだね。回復アイテムみたいなものですけども、名前がコンペイトはちょっとマリオ RPG で攻撃のイメージあるけど、ステータス、コルネットちゃん。人間属性なし、近距離キャラレベル1。まあ普通ですね。装備は、あ、全部なしか。お、猫の手とか使えるよ。つけとこう。防御力アップするし。で、編成は、結構いっぱい連れられるんだな。人形ちゃんたちを仲間にできるんじゃないかな。セーブできる？あ、いけるね。しちゃおう、一応。さっきね、オープニングの状態で待ってたら、歌が流れ出したんですけど、それも可愛かったですよ。王子様、王子様っていう感じで。おお、コルネット、こんな人形がポストに届いておったぞ。あ、その子人形なの？すごいね。こんにちは。私の声聞こえるの？
ああ、ラッパを吹いて人形と友達になる女の子の噂は本当だったのね。私、シャルテ。お姉さんを探しているの。テラっていう名前なのよ。人間になりたいっていなくなっちゃったの。お願い、ラッパを吹いて、私を仲間に入れて。コルネットさんと一緒にいれば、いつかお姉さんに会える気がするの。お願い、コルネット。はい、話がすぐ進んでいく。ありがとう。あ、結構しっかりとしたラッパ。あ、うまいし。あー、すごいぞ、ラッパでそんな綺麗な音出せるの。シャルテが仲間になった。人形を持っていくがいいのかい？コルネットは人形が好きだからな。ところで、炉の炎が弱くなっての、すまんがコルネット、森へ行って赤い命チュームを取ってきてくれんか？はい、頼むぞい。森へ行く前にアクセサリーを装備するんじゃぞ。うん、もうバッチリしました。はい。あ、村へ行く前、森へ行く前に村の人たちにも挨拶するんじゃぞ。はい、わかりました。おじいちゃんは私のこととっても大切にしてくれるの。だからお礼が言いたいのだけど言えないの。普通人と人形は話ができないのよ。そう、コルネットちゃんは特殊な力を持ってるんですね。この妖精の子も私お人形だと思ってたんですけど、この子はお人形とは違うのかな。こっちはなんだい？ああ、そう、いや、倉庫なのか、キッチンとかかな。美味しそうなパンが置いてありますが、調べられるものはありません。外に行きましょう。お、こんにちは。やあ、コルネット、相変わらず元気そうだね。今日も不思議の森へ行くんだね。でも気をつけなよ。コルネットが嫌いなカエルがいるからな。ちょっと音量確認しようかな。はい、大丈夫そうなので続けてやっていきます。と、カエルが苦手なんだね。うん、カエルがいるからな。ここにあの人形ちゃん入ってたんだね。はじめまして、僕はブルーキャットに住む一人暮らしの男です。趣味は読書と古代文明の研究です。あと最近は料理なんかにも凝っています。こんな僕ですが、よろしければ一度遊びに来てください。何、いきなりそんな手紙送ってくる？昔のこうペンパル的なやつかな。コロコロ、僕のコロどっか行っちゃったよ。僕の大切な犬なのに。ん、コロどこ行ったんだろう。探せないかな。あ、人形持ってるね。カエルが見つからないの。コルネットお姉ちゃんにプレゼントしようと思ったのに。やめて、それ絶対嫌がらせでしょう。これはなんだい？コルネットが元気な子に成長して、きっとお父さんもお母さんも天国で喜んでるよ。ああ、ありがとう。お父さんもお母さんも亡くなっちゃってるのか。アルフレッドはおとなしい子だったけど、コロが来てから元気いっぱい。ま、男の子だからそれでいいんだよな。ああ、さっきの犬探してた子だね。アルフレッドったらコロが逃げただしたって大騒ぎ。うん、そりゃ大騒ぎだよ。せっかくの仲いいワンちゃんが。人間も犬も羨ましいわ。私も元気いっぱい走り回ってみたい。一緒においで。そうもいかないんでしょうね。マザーグリーンは文化の中心。食べ物からファッションまで洒落てるのよ。あー、早く命チュームを貯めてマザーグリーンへ引っ越さなくちゃ。マザーグリーンが首都的なところかな。イノチュームは命の源、私たちの大切なエネルギーなのよ。イノチュームがあれば欲しいものを買うこともできるわ。お金にもなるんだ。開催決定、ミスマール王国コンテスト。今年の優勝は誰の手に？ここマール王国って言うんだね。ここは音の踊り場。ねえねえ、コルネット、ここでラッパ吹いてみようか。いきなり？うん、吹きますとも。そう、来なくっちゃ。
なぜここで、そこのお店なんじゃない？吹いてほしいのはどちらかというと。あれ？あ、15位のチームのチップを手に入れた。やった、ありがとうございます。あ、そんなのが。え、もう一回。何回でも稼げるやつだ。すごい。森に行かずとも命運を手に入れられるじゃないか。音の踊り場だったね。そこがなんかそういう酒場的なものだと思ったんだけど、ここでいろいろ出し物をできるんだね。おはよう、コルネット。今日もクルルと一緒かい？本当に仲がいいね。クルルさん、この妖精とか結構いるのかな、この世界。不思議の森に。え、イノチュームを取りに行くのかい？うん。だったら気をつけるんだよ。恐ろしい魔女が出るって噂だから。ちゃんとアクセサリーを装備していくんだよ。お、二重に教えてくれるね。ここは？おじいちゃんとおばあちゃんの家。なんでコルネットは人形と話せるんじゃ？わしもそこの人形に話しかけてみたんじゃが、ちっとも答えてくれんかったぞい。不思議じゃのう。うちのおじいさんったら毎日人形に話しかけてるのよ。おかしいわよね。あ、でも聞いてるんじゃないかな。おじいさんが一生懸命話しかけてくれるけどお話できないの。人形なのに誰とでもお話ができるクルルが羨ましいわ。あ、やっぱクルルお人形なんだね。なんでこんな力を持ってるんだろう。コルネットの力？森だから上の方に行くのかな、多分。うちのドラ息子ったら命ウム使いが荒くて困ってるのよ。お金使いが荒いんだね。うちのババアケチったらありゃしない。マザーグリーンに行くから100命ウム欲しいって言ったらよ。そんな命ウムありません。だって100位のチーム、ちょっとラッパ吹いて稼いでこようか。3個のオレンジが腐っていた。え、ちょっと取れたてのオレンジだった。あ、うん、こっち3個ちょっと取り除いた方がいいよ。ちょっと周りに伝染していくから、そういうのって。誰に話しかけたか分かんなくなったな。あ、コルネットのおじいちゃんは人形作りの天才だね。この間なんかうちの子がボロボロにした人形をパパッと直しちゃったもん。おじいちゃんは人形作りの人なんだね。いいえ、それならいいんだ。何でも恐ろしい魔女が出るって噂だから心配したんだ。魔女が出るんだね。こんにちは。聞いてくれよ。不思議の森で恐ろしい魔女に会ったんだ。見た目はこんな子供なんだけど、こんな大きなドラゴンを呼び出して命ウムよこすにゃって。あり、命ウム全部持っていかれちまったよ。ああ、命ウム、それは大変だ。モンスター求む、マザーグリーンの一般市民の商店にて。え、モンスターを求んでるの？そんな、え、何のためかな？わしはモンスターを預かるモンスターおじいちゃんだ。モンスターおじいちゃんって言った今、わしに言おうかな。はい。モンスターを連れて行けるんだ。シャルって。あ、シャルってさっき友達になった子、この子ね。モンスターなんだ。人形じゃなくてモンスター扱いなんだね。近距離キャラ。うんうん。夜があるときはまた来るがいい。え、じゃあ、あ、入ってる。アクセサリー。まあ、コルネット一番優先だよな。いらっしゃい。買う。回復キャンディー。あ、大丈夫でしょう。あ、猫の手ちょっと欲しいけど、別のチーム持ってないもんな。130。と、森は右上だよね。こっちは、あ、ちょっと待って、オレンジ村だったか。ここはマール王国のオレンジ村ですね。右側、どっちに行ってもかな。あ、いや違う。あ、ワンちゃん、コロ、ワン、コロでしょ。あっちの方に、こっちの方にいたよ。うちのじいさんは16年前の戦争で死んでしもうたんじゃ。ああ、それは悲しいね。ああ、16年前。ってことは今は戦争はやってないんだね。コルネットのお父さんとは
16年前戦争で一緒に戦ったんだ。でもお父さんはその戦争で死んでしまったんだ。あー、そっかー。この人の旦那さんだけでなく、コルネットのお父さんもか。疲れたら女神像に話しかけるといいですよ。すべて回復します。おお。コルネットたちは女神から命の香りを感じた。うん、こんな感じで回復できるんだね。コロ、伝えに行こう。多分意味ないけど。コロ、コロ、教会の方にいたよ。あー、やっぱそうだよね。よし、では行っちゃいましょう。こちらの不思議の森です。魔女がいる。にゃって言ってたね。私ちょっと知ってるキャラかもしれない。噂で聞いたんだけど、三角ボタンで仲間たちはモンスターと勝手に戦うらしいね。あ、そうなんだね。三角ボタンで勝手に戦う。ムービーかな。あー、いいお天気だね。あー、こんな気持ちいい日に王子様とお散歩できたらなーなんて思ってるんでしょう。わかるわかる、恋に憧れる乙女の気持ち。私にもそんな時があったのよね。結構長生きしてるのかな、この子は。あ、つぼしでしょう。ん？何よその顔は。私だって恋の一つや二つ経験あるんだから。恋する気持ちに年だとか人形だとかそんなの関係ないのよ。ケロケロ。あ、苦手なカエルがいるぞ。この鳴き声はまさかコルネットの大嫌いな。あ、結構大きかったいや、カエル結構大きかった。こんなに危険なカエルだったのね。そりゃ怖いね。演奏カエル、カヘルって書いてあるよ。ぽーん、パワーアップ。あ、そう、移動、いろいろ持ってるから終わる。移動、攻撃、魔法は何？回復使えそう。あ、セイント。あー、うん、移動して魔法をセイント、こんな感じね。移動あり式のコマンド RPG だね。攻撃、演奏はパワーアップとかそういう効果があるんだね。無駄に移動いとこ終わる。向きとか関係あるのかな。横から行ってみよう。攻撃天に召される。はい、獲得経験値8、獲得イノチウム10。こんな感じね、戦闘は。はあ、怖かった。そんなに嫌いなら逃げればいいのに。ほんと意地っ張りなんだから、コルネットは。しょうがないじゃないの、そういう性格なんだから。ねえコルネット、一生のお願いがあるんだけど。何何？また？今日は何よ。そろそろお弁当食べよ。もうお腹ペコペコだよ。かわいい。ダメダメ、先にのチュームを見つけ。ぐーそんな気がしたコルネットだって お腹減ってるんじゃない。腹が減っては戦はできぬっていうじゃない。ねえお弁当食べよ。うん、別に戦するわけじゃないけどね。ま、いっか、ちょっと休んでいこうか。そう来なくっちゃ森一歩入っただけで。そうですか、ご飯ですか。あ、そこに座るの。あー、食った、満腹満腹。ねえコルネット、あの歌聞かせて。あの歌、あの歌、はい。うん、いいよ。こんな感じで結構ね、ミュージカルチックなゲームらしくて、と
途中にこういう曲とか歌とか入るらしいですね。いいなぁ、音楽も期待できますね。お、来た。なんか聞いたことあるな、この曲。よかった。こういう曲が流れると私結構聞いちゃいそうだな、このゲーム。ねえクルル、私のお父さんとお母さんは今もどこかで私のことを見てるのかな。もちろんだよ、少なくともコルネットが幸せになるのを見届けるまではね。それよりもっと奥まで行ってイノチウムを探そうよ。うん、ああ、はあ、心が洗われた。ああ、曲がこの曲になってるし。ということで、歌が合ってる時は私は結構黙ると思いますが、皆さんもゆっくり聴きましょう。ちょっと待って、せっかく穏やかな気持ちになってたのに、カエルさんね。よいしょ、なんか右上に音符が書いてあるね。演奏一回したら音符が2つになった。ああ、毎回コルネットは、あ、そして MP 回復してるね。ああ、さっきご飯食べたからかな。セイント。毎回コルネットはラッパーを吹いた方がいいのかもしれないですね、これ。と移動して。この子に演奏でパワーアップして攻撃16。あ、すごいね、パワーアップの力。経験値8、レベル上がんないかな。はあ、いや、音楽は穏やかなのにさっきみたいに戦闘が始まるのか。森の奥の辺り側、西側がね、南が森の洞窟。洞窟危険そうだな。川崎に行く？どっちに向かうんだろう、私は。うん、川っぽいけどね、向かう先って。あれ？戻ってこなかった、これ。あ、なんかぷよぷよのスライムが出てきたぞ。演奏でこれでたまるんじゃない？あ、まだか。うん。と、終わる。移動。あ、やっぱ MP 減ってるね。まあでも、攻撃食らったらたまんないから、セイントして。私、コルネット演奏させたいから、この子に装備させた方がいいかな。演奏できない。
じゃあ攻撃しよう。うん、あ、さっきなんか、あ、はいはいはい、レベルアップした。ヒール覚えた。あ、いいぞ。ゼリーが仲間に入れてほしいようです。かわいい。はい、入れてあげます。ゼリーが仲間になった。ドラクエ方式なんだね、仲間になり方。やったー。あ、ゼリーブルーだ。ステータス、近距離キャラ、かわいいな、ゼリーブルー。え、説明とかないのか、見たいな、そういうの。装備、防御力、攻撃力、攻撃力はゼリーブルーにしとこうか。この子あんまり魔法持ってなさそう。うん、だよね。攻撃力はゼリーブルーに。お、森の奥、魔女に注意、南ナタリ川。あ、一回ナタリ川行って、ここはナタリ川、リオイコはここで遊ばない。はい、遊ぶ。あ、無理か。これだけ右側行けた、ひょっとして。ほい、あ、行けないか。魔女に注意、魔女行ったらストーリー進みそうだから。あ、はい。あ、なんか、この子たち仲間にしたい。演奏弱いゼリーブルーにかけておいて、前にちょっと進んで終わる。移動。よし、レベル上がって MP 回復してるね。ヒールではなく、レベルアップしたら回復するタイプのゲームね。行くぞゼリーブルー、攻撃、ポチョン。はい、草と水だからこっちの方が有利そう。演奏が、演奏、演奏パワーアップだけなのかな。あ、終わる。右上に1って表示になったね。どういう効果があるんだろう。演奏しまくりたいな、これ。じゃあ洞窟に先に行こう。あちゃー。演奏を、ご褒美とかあったね。ご褒美ってなんだ。あれ、あ、三角は勝手に移動するんだ。三角押しちゃった。攻撃のエリンギャー、エリンギなんだね。21、あー、倒せなかったか。終わる。やっぱ基本魔法の方がいいね。攻撃、それ、13、終わる。3、しまったな。片方を先に倒すべきだね。でも演奏をしていく。移動、終わる。移動、あ、いや、攻撃、エリンギャー、強いな。終わる。攻撃、ゼリー、うん、三角で自動でやってくれるからそっちでやってもいいね。まだまだそんな苦労しそうもないし、仲間にならないな。もっと仲間にしたいな。二人、あ、ちょっと、演奏できない、演奏できない基準は何だろうね。三角、あれ、そんな弱かったっけ、そんな弱かったっけ。はい、トーン、うん、オッケー。やばいぞ。と、ご褒美って何。あ、ご褒美、敵攻撃なのね。プリン、複数の敵にって書いてあるよ。とりあえず変える狙いだけど、あ、複数の敵に当たるんだね。うわ、強っ。ご褒美って、そんな言い方していいの。お、ゼリーブルーレベルアップしたね。フラワーを覚えた。フラワーってなんだ。装備ではなく、あ、コルネットの MP がもう、カスカスだ。ゼリーブルー、フラワー、あっちの力でダメージ。あ、いいぞ、いいぞ。魔法を覚えたね。
左側が洞窟か。じゃあ右側は？あ、誰あなた。え、何だったの今のは。え、何なんだろう。あの子、人形とは違うのかな。はい、君たちですね。移動前行って終わる。移動を魔法を使っちゃうよ。魔法のセイント、きっとレベル上がるでしょう近いうちに。地の力で攻撃やってみる。サボテンフラワーっていうかサボテンだったな。なんか見た目変わったりするのかな、ひょっとして。たまたまサボテンだって。おほぼ前進んでないのに敵が出てきたぞ。演奏できなくなっちゃったな。なんでだろう。攻撃届かないよね。終わる。で、セイント使います。で、スライム同士じゃあんま地の力効かないんじゃないかな。まあ、イメージだけでそんな決めつけちゃいけないんだけど。1、うん、攻撃、よしよし。シャルテは熟練度レベルがアップした。レベル2になった。え、熟練度レベル、熟練度レベルとレベルは違うのか。熟練度レベルってなんだ。熟練度レベルは仲間だけのものとかなのかな。魔物に注意。え、大丈夫なやつこれ。アゼリーじゃん。と、移動でしょ。終わる。シャルテレベル上がってないもんね。あっちから来るのを待つか。うん、届かないよね、先まで行っても。ゼリーブルーがちょっと守っとこう、この子のこと。終わる。イエス。お、いけるぞ。攻撃13、移動しとこう、シャルテが攻撃できるように。終わる。移動を攻撃、よし、終わる。移動で攻撃に行く。あ、17、あー効いたね。よしよし、コルネットはレベルアップした。シャルテはレベルアップした。よしよしよし、これで回復したね。シャルテあれ何持ってるんだろうね。手に何かかけてるけど、とりあえず上に行く。お、宝箱開けん。イラスト1を手に入れた。アイテム、公開ソードのイラストが見られます。おー、かわいい。こういう設定資料画像みたいなのあるんだ。いいね。なんか昔のさ、リボンとかそこら辺の絵柄だったね、さっきのは。上の方行って、上から左から見ていこう。演奏使えるじゃん。シャルテに演奏を使って終わる。シャルテが、あ、届かなかった。セイントを使う。よし。で、移動で攻撃ですね。おお、強くなったね。レベルが上がったからだろうね。よしよし、イノチューム順調に集めてます。うわ、これ迷うやつだよ。よしよし、どんどん上げていくぞ。あ、ゼロになっちゃったね。なんでゼロになったんだろう。と、移動してセント使っていこう。終わる。移動、あ、上とか登れるんだ、そこ。
攻撃。まあ、登れないと思うけど、なんか飛べる子とかは登れるのかな、そこ。わあ。真ん中の列、これ戻ってくるでしょ。なので、こう右側行って、さっきこの上、上に行って、こう行って、次。左。君たち仲間になってほしいんだよな。演奏でゼリーブルーを強くしよう。はい、はい、一応前に進んどくか。終わる。移動からのここでセイントを使おう。あ、無理なんだ。うわー、あ、でもここで使えるね。魔法をセイント。障害物あったら魔法も使えないんだね。あー、ここまでしか行けない。魔法、フラワー、あ、届くね。やってみるか。同じ属性だけど。サボテンでした。サボテンは固定かな。あ、やっぱあんまり効かないんだろうな、同じ属性だと。演奏をして、シャルテちゃん終わる。わあ、しまったな。しまったな。セイントか。こんな、あと4の子にセイント使いたくなかったけど、まあ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 。まあ、この最初の段階だから大丈夫でしょう。はい。16。この子硬いのかな、単純に。あ、こっち来た。移動して、コルネタちゃんが倒しちゃおう。攻撃。オッケーオッケー。お、ゼリーブルーレベルアップした。ぽよんぽよんしてる、かわいい。回復キャンディーを拾った。ありがたいね。おー、宝箱か。あれ？ってことは、からもう一回いけるんだっけ。あー、結構上に行ってから左に行ったもんね。違った、こっちは初めての方だ。ここが入り口。あれ入り口じゃなかったかも。命運も拾った。全然ダメじゃん。でもよかったよかった。なんか終わりの方向に行ってなかったっぽい。攻撃強いなぁ、エリンギ。セイントが強いんだよな。でもあんま移動できないかなぁ。攻撃はできない。うん、ここは待機にしとこう。待機にしとこう。あ、結構強い攻撃食らったね、今。と、攻撃、もう一回。うん。終わる。攻撃。えい。うわ、強くなったー、ゼリーブルー。よしよし。と、右か。こっからまだ右で。うぜー。ご褒美だ。コンペと、消費 MP0 だって。つまり、コンペとを使うと、範囲攻撃か。なんだ。一人に当てたら全員に当たるのかと思ったら、あ、しまったな。これでゼロになるんだね。なるほど、演奏し続けたらどんどん溜まっていくんだね。魔法のフラワー使っていこう。うん。で、名前忘れたけど、あの妖精ちゃんがずっと、なんかちょっかい出してるのがいいな。何してるんだろう、この子。周りからすっごい見てるけど。と、攻撃。よし。終わる。攻撃。トーン。あ、強い、ゼリーブルー。お、あ、やったー、エリンギャー！いらっしゃい。なかなかが仲間にならないね。よしよしよし。
エリンジャー司令って何司令官だったのさっきの子。あ、戻ってきちゃった。あれ、一番奥まで行ったよね多分。右側は片方しか行けなかったし。ガチャー、演奏できぬ。洞窟終わりかな、さっきので。そんなすごいアイテム手に入れた。実際に行く先は魔女の方だろうから、こっちはひょっとしたら何もないかもしれないんだけど、どうかな。アイリンジャーの魔法とか見るの忘れてたな。演奏できない。演奏できるタイミングが分かんないな。攻撃、うん、ちょっと道の邪魔になりそうな、こっちの子を先に倒して移動して逃げとこう。いや、4人いるっていいね。よし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 、ちまちま経験値貯めていくよ。で、魔法特殊、覚えてませんか。覚えてそうだったのに。眠りの粉見たとかみたいなのとか。下は宝箱だったでしょ全部行ったと思うんだよな。帰っちゃうかな。行ってなかったらごめんなさい。演奏できない。移動攻撃。あ、移動、魔法、フラワー。多分エリンジャーもフラワーだろうな、覚えるの。終わる。よしよし、移動からの攻撃、イエーイ。あ、弱い、弱いなこの子。レベル1だろうもんね。うん、帰ろう。きっと洞窟じゃなくてあっちなんだ。魔物に注意ってだけだよね多分。さっきの子はいなくなった？あ、いる。え、何回か話しかけたらなんかある？まだ無理な気がする。あ、誰、あなた、欲しい、かわいい、いいな、欲しい、恐竜みたい。攻撃、イノチウムトカゲ。あ、イノチウム持ってるの？その尻尾についてるやつ。移動、魔法で行こう。セイント、28、いいぞ。8、よしよしよし、近づいていってくれたけど、いけない、いけない。終わる。攻撃、移動、終わる。攻撃、いや、いや今は余裕だけど難しくなって。え、経験値すごかったぞ。いや、経験値ゴールド、イノチウム。わ、イノチウムいっぱい持ってる子か。あれ、エリンジャー司令はレベルアップした。レベル2になった。愛の奉仕を覚えた。あ、やっぱ奉仕ね。音楽がいいな。ファンファーレみたいな。ゼリーブルーはジュークレンドがレベルアップした。レベル2になった。ジュークレンドレベルはいまいちわかんないね。愛の奉仕、博愛状態にする。攻撃できなくなるとかかな。ちょっと待って、解説書。はい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 。わあ、いろいろあるねー。熟練度レベルってなんだ。戦闘マップコマンド、移動行動、あ、博愛、博愛、博愛主義者になって隣接攻撃してきた相手の HP を回復します。おお、
なんだか攻撃されてるうちに博愛主義を放棄して元の状態に戻ります。へー厳しい現実で回復するんだ。アイテム演奏とご褒美、何のために演奏するの？コルネットは普通の女の子なので勇者や英雄のように戦うことはできません。しかしコルネットは人形と友達になれる不思議な力を持っています。冒険中、人形はコルネットのために戦ってくれます。そんな彼らをサポートするために今日もコルネットは曲を奏でます。みんな音楽が大好き。演奏とは人形たちを元気づけ、人形たちの攻撃力をだね。効果を持続させたい場合は連続して演奏してください。コルネット感謝される。演奏すると効果範囲内にいる人形一体につき1ポイントの感謝の気持ちがもらえます。たくさんのポイントを得るためには1回の演奏でより多くの人形をサポートする必要があります。なるほど、みんながいる時にやったら全体なんだね。感謝の気持ちの溜まり具合を表示するゲージを感謝ゲージと言います。人形以外のキャラクター、人間モンスターからは感謝の気持ちはもらえません。あ、そうなんだ。感謝感謝のご褒美効果。人形たちからもらった感謝の気持ちをある一定のポイントまで貯めるとご褒美が使えるようになります。ご褒美は敵全体を攻撃したり仲間全体を回復するという大きな効果があります。レベルアップはいいんだけど、熟練のレベルは敵にとどめを刺すと熟練値が1ポイント貯まります。熟練値が1点まで貯まると熟練度がアップします。熟練度がレベルアップするとクリティカルヒットの確率が高くなります。面白いね。水炎、風、土、聖魔、雷、それぞれ対立なんだね。炎は水を攻撃するのもありなんだ。あらかわいい。フェアリーが際どいっていうか隠しきれてない。ワウルフとか欲しいな。あ、ナインテールかわいいな。キューコンだ。キューコンもないぞ、尻尾。プチファイヤ、ダイナソー。モンスターを仲間にする。コルネットの攻撃で、モンスターにとどめを刺すとか、そうなんだね。見てよかった。はい、コルネットは家事手伝い。すぐに感情を顔に出すちょっぴり単細胞な女の子。太陽のように元気で明るい笑顔で街中の人から好かれている。恋に憧れる夢見がちな女の子。歌を歌うこととラッパを吹くことが趣味で料理も得意。おー、女の子らしいね。何もかも。フルーツなら何でも好き。嫌いなものは顔変えるね。16歳。クルルちゃんは、性別、年齢、性別もわかんないか。そうかそうか、人形だもんね。コルネと面倒見ること。見た目は愛らしい妖精型の人形。でも揉め事や事件に首を突っ込むのが大好き。コルネとの良き理解者で一番の仲良し。コルネとにお正解を焼くことが趣味。好きなものさくらんぼ。嫌いなもの酸っぱいもの。この人王子さん？マエル王国の王子様。なんとかは20代目の王位継承者の意。マール、イーって書いてあるやつか。賢くて優しい典型的な王子様。結構活発な一面もあり、よくお忍びで狩りや街に出かける。2年前に父王を亡くし、現在は母のジークリンレが女王として見えない。疾患かな。今年で18歳を迎える王子は妻をめとれば王位につくことが決まっている。お、コルネットちゃん狙い目だよ。狩り、剣の稽古が趣味。好きなものは川魚料理。いや、いいね。フルーツなら何でも好き。お、コルネちゃんと合うじゃん。堅苦しい形式とか礼儀作法は嫌いなんですね。そういうタイプのおじさま。ちょっともうこれ以上はやめておこうかな。あ、でもおじいちゃんとかいるね。エッグマン三兄弟。あ、シャルテさん。それ何持ってるんだろう。初めての冒険はこういうところにあります。
森の洞窟ハテナって書いてあるな。はい、こんな感じで地図までつけてあったんですね。森の洞窟ちゃんと探索しきれてない気がするけどな。まあパート1の間にちょっとはストーリーを進めたいというこの気持ち、移動をして、この子はとどめは刺さなくていいかな。コルネットちゃんは、魔法フラワー、ゼリーブルー結構食らってたな、いつの間にか。よし、移動をしてセイントで行きましょう。コルネットがレベルアップ。コルネットとあの子はセットだね、もう完全にレベルアップが。で、左の方が、あ、もうイベント起きちゃう。あ、探してる。イノチウムも、イノチウムトカゲを倒して大量に手に入れたけど。ねえねえコルネット、赤いイノチウム見つけたよ。赤い色の色があるのかな、ほら、やったね。でも変だね。いつもだったらもっと簡単にイノチウムが見つかるのに。ひょっとして欲張りなやつが持ってったのかな。あ、猫ちゃんたち。あ、魔女じゃん。おみやたちが持ってるそのイノチウム、みんなこのミャオ様によこすにゃ。ミャオ様知ってる。よこすにゃよこすにゃ。世界移動上のイノチウムは全部マージョリー様のものにゃ。よこさないと、よこさないと、お尻ペンペンだにゃ。その顔いいな。にゃー、怖いにゃ怖いにゃ。絶対もう憎めない敵キャラだよね。こらおみゃたち、はしゃぐんじゃないにゃ。なんだこいつら。さあ、ほっといていこうか。そうだね。待つんにゃ。ミャオを無視するにゃ。なんかよ。要件はさっき言ったにゃ。おみゃたちが持ってる命もみんなよこすんだにゃ。なんで？それもさっき言ったにゃ。おみゃたちミャオの話全然聞いてないにゃ。お仕置きにゃ、お仕置きにゃ。お尻ペンペンにゃ。ん？その意見採用だにゃ。ついでにおみゃたちがやるにゃ。自分は戦わないの？にゃんこたちにゃ。にゃんこっていうの？君たち。かわいいね。そうにゃ。面倒だにゃ。怖がってるのかと思ったら。駆け足にゃ。あ、いけいけ。怖いんだろうね。あ、かわいい。こんな愛らしいみんなを。かわいらしいな。シャルテちゃん。終わる。そうか。ゼリーブルー回復しようかな。こんな早く出てくると思ってなかったから。ヒール。終わる。で、ゼリーブルーは先に進みます。と、魔法のフラワー。にゃんこは属性わかんないね。やれやれ。聞いたぞ。と、虜にしよう。虜。博愛。あ、MP 足りないじゃん。覚えたはいいけど、MP 足りない。あちゃ。でも体力はほぼ、あ、やばいぞ、ゼリーブル。天に召してしまった。やばいぞ。移動。演奏。演奏しかできない。終わる。移動。にゃんこ、この子は弱ってて。弱ってない子を倒したい。倒せるかな、セイント。強いから。よし。で、この子も倒す。よし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 。踏みつけ強いなぁ。コルネット。
とは攻撃して移動しよう。移動割る。でシャルテちゃんが攻撃、いや魔法でいけるな。戦闘。いやーシャルテちゃん強い。経験値24。ハンズリーブルーにも経験値上げたかったな。ミオ様やられたにゃん。そんなの見たらわかるにゃ。怖いね。おミオたち泣くのかやるにゃ。それじゃあミオも本気出すにゃ。本番スタートだにゃ。あ、嘘。ルンパスルンパスラララララピラレルピラレポアレルルラララララルルララララ聞き覚えがあるような感じ。あ、今こそ出るんにゃ。マイペットパックンドラゴン。ドラゴン出てきたって言ってたね。うわっ、すごすごいの出た。あ、でも出てるよ。こら寝るんじゃないにゃ。え、戦うの。キッキッキ、どうだにゃ。降参するなら今のうちにゃ。なんでこんなところにドラゴンが。そうそんな軽い顔してていいの。さあ早く命をもよこすにゃ。いやよ、なんであんたたちなんかに、あんたなんかに渡さなきゃいけないのよ。ねえクルル。はい、どうぞ。って何あっさり渡してんのよ。まあ、こんなドラゴンいたらな。よしよし、おみやなかなか素直だにゃ。こらクルル、裏切り者。しょうがないでしょ、このままじゃやられちゃうよ。大人だな。だからって。じゃあ何？コルネットはこのドラゴンと戦うの？当たり前でしょ？すごいな、コルネット。私はやだよ。絶対勝てっこないもん。こんなドラゴンと戦ったら死ぬよ。負けると分かってても、立ち向かっていくのが本当の勇気なんじゃないの？勇者みたいだ。そんなの勇気じゃないよ。ただの意地よ。あ、まあ、確かに。死んじゃったらみんな終わり。王子様の夢を見ることもできないし、好きな歌を歌うこともできないよ。生きてさえいれば、生きてさえいればいつか夢だって叶うかもしれないのに。そうね、おみゃたちシリアスするのはそこまでだにゃ。早く命運をよこすにゃ。命運いっぱい手に入れたのに。なになになに、キャー、危ない、コルネット。王子様、おみゃ誰にゃ。強い。誰の誰にゃ。悪党に名乗る名だのない。今すぐここを立ち去れ。さもないと、さもないと切るお尻ペンペンじゃなかった。にゃー、怖いにゃ怖いにゃ。むむ、その剣の紋章は王家の。みゃお様、逃げるにゃ逃げるにゃ。うー、覚えてるにゃ。マージョリー様につけて仕返ししてやるからにゃ。あ、やっぱマージョリーは他の人か。ドラゴンもあの子に渡したのもマージョリー様なのかな。大丈夫？怪我はないかい？王子様か。すごいな。僕はフェルディナンド。フェルディよ。もう名前がもうフェルディナンド。君の名前は？かわいそうに口も聞けないなんて、よっぽど怖かったんだね。これはもう一目惚れですわ。フェルディナンド王子様。フェルディナンド王子。いけない、城を抜け出してきたことバレちゃった。もう行かなくちゃ。それじゃ気をつけて帰るんだよ。はあはあ、あれがあの有名なフェルディナンド王子か。頭が良くてかっこよくて優しくて剣の腕も抜群、まさしく王子様だね。ん？何口開けたままぼーっとしてんの？ねえコルネット、コルネットったらダメだこりゃやっぱそうね本当に何も一言も喋らずに終わった。はぁ、あ、はぁ、あ、お、怒ってるぞ。はぁ、あ。
もう鬱陶しい。さっきからため息ばっかりついて。だって夢にまで見た王子様が見つかったんでしょ。だったらもっとこう嬉しそうにできない。だってさ、確かにいきなりで名前も言えなかったから落ち込むのもわかるけどね。だってまさか本物の王子様だなんて。ああもう、だってそんなの逃げてるだけじゃない。そんなこと言ったって私みたいな村娘が王子様と会うチャンスなんてもう二度と。そんなことない。いつも言ってるでしょ、女は行動力だって。まずは行動あるのみ。コルネットの思いが本物ならきっとチャンスが来るって。いい友達だね。でも、あ、もういいからいいから、黙ってクルルの言う通りにし。たまに喋り方がそんな感じになるからいいね、クルル。まずは相手のことを知るのよ。オレンジ村やマザーグリーンで王子様のこと いろいろ聞いてみよ。はいはい、というところでセーブして終わりましょうかね。回復してなかったな。ちょっと神殿に、神殿？教会に寄っていかないとかないね。イノチウム684、結構溜まりました。というところで今回長くなりましたが、これから、こちらのゲーム楽しんでいきますので、ぜひぜひ見てくださいね。それではありがとうございました。